今回はスパイファミリーの組織とキャラクターについてまとめていくよ。スパイファミリー面白いよね。アーニャのキャラが最高。これからもっと人気になりそうだね。内容としては制作時点の最新話61話までで作ってあるから、読んでない方はぜひジャンププラスとかで読んでから見てくださいね。それではまず舞台になっている国の説明からいくよ。2つの国があるんだっけ？そう、隣り合うオスタニアとウェスタリスという2つの国があって、この2つは十数年前まで戦争をしていたんだけど、終戦以降も冷戦の状態が続いているんだ。戦争は終わったけど仲直りはできなかったわけね。そういうことだね。じゃあキャラクターの紹介していくよ。まずは主人公のロイド・フォージャー、コードネームは黄昏。そう、表の顔は精神科医だけど実はスパイ。彼は戦争で親を亡くした戦災孤児だった過去から子供が泣かない世界を作るために暗躍しているんだったね。ちなみにウェスタリス側に書いてあるけど住んでるのはオスタニアだよね。そう、ほとんどのキャラクターがオスタニアに住んでいるから、今回の動画は立場的にどっち寄りかっていう部分で判断して作ってるよ。了解。ロイドさんは西寄りの立場ってことね。そういうこと。そんなロイドに与えられたオペレーションストリクスの標的になる人物がドノバン・デズモンド、オスタニアの国家統一党の総裁っていう立ち位置。なんか難しいからめっちゃ偉い人って思っておくわ。そんな感じで大丈夫。そしてこの人が戦争を企てているから、その計画を突き止めるために接触し、継続的に関係を構築しようってのがオペレーションストリクスの目的だったね。普段はほとんど人前には出てこないけど、イーデン校の懇親会には出てくるんだよね。そう、そこでイーデン校に入学させる子供が必要になったロイドと出会ったのが、みんな大好きアーニャ・フォージャーだね。そういうこと。人の心を読める超能力者の少女、孤児院に子供を探しに来たロイドと縁組したわけだね。出生に関してはまだ謎な部分が多いんだよね。実験によって偶然生み出されたとは分かってるけど、なぜか古語の勉強が得意だったりして、そもそも生まれが国外なんじゃないかっていう疑惑も出てる。その辺の情報は今後に期待ってことで。そしてアーニャがイーデン校の入学を目指すわけなんだけど、母親がいないと面接を受けられないことが分かって、母親役になったのが殺し屋ヨル・ブラヤ、イバラ姫っていうコードネームで活動している凄腕の殺し屋。職場のパーティーに連れて行く彼氏役が必要だったところをきっかけに、そのまま家族として生活することになったと。晴れて偽装家族の完成だね。殺し屋の組織に関しては後で紹介するとして、先にフォージャー家最後のメンバーであるボンドから、アーニャの遊び相手でありフォージャー家の番犬、もともとは軍事研究の実験体で未来予知の能力を持っている。ボンドとアーニャの能力の相性が良すぎるんだよね。予知能力をアーニャが読み取れるのがかなり便利だよね。ここまでが偽装家族フォージャー家ってことで、次にロイドが所属しているスパイ組織について紹介するよ。組織名はウェスタリア情報局対東課ワイズ。ウェスタリア政府側の組織だね。そうだね。黄昏の上司にあたるのがフルメタルレディシルビア・シャーウット。普段は外交官としてオスタニアに潜んでいて、黄昏に指示を出している人。アーニャと同年代の娘がいたって部分から悲しい過去もありそうな感じだね。戦争の被害者なのかもしれないね。次にトバリフィオナ・フロスト。黄昏のことが大好きなんだよね。そう、黄昏の後輩にあたる人物で、表向きには黄昏の病院の事務員として働いてる。現状ワイズで名前が出てるのはこの3人。そして西側の要人として出ているのがブランツ外相。黄昏に服取られてパン一になってた人ね。オスタニアとの融和政策、つまり仲良くしたいわって考えて動いている普通に偉い人。なるほど、黄昏反省しろ。そんな考えもあってワイズは戦争を防ぐために暗躍してるんだね。ここで黄昏に協力してくれる人を先に紹介しておくね。フランキー・フランクリン、表向きにはタバコ屋で、実際には情報屋として黄昏に情報提供とかしてくれてる。たまに全然違うことさせられてるけどね。中間に書かれてるのはなんで？西側の黄昏に加担してはいるんだけど、本人曰く誰の味方でもなく、東のやり方が嫌いだから東に嫌がらせしてるっていう立場らしいんだよね。なるほど、本人的にはどっちでもないわけね。そう。それじゃ次にヨルさんの組織、秘密組織ガーデンを紹介するよ。まだ謎の多い組織だよね。そうなんだよね。兵士一人で一個中隊に匹敵するくらい強くて、影の政府の命令で国賊の暗殺をしてる組織ってのが今わかってる情報かな。イバラ姫以外のメンバーは、まずは部長マシュー・マクマホン。この人もめっちゃ強いんだよね。表の顔は市役所の部長で、
表でも裏でも夜さんの上司にあたる人だね。そしてこの2人に仕事を振っている人が店長。まだかなり謎の多い人物だね。今のところ影の政府などから暗殺などの任務を与えられて、それを夜さんや部長に割り当てるっていうのが店長の仕事として分かっていることだね。次に夜さんの弟であるユーリ・ブライア。シスコンね。それも重度のね。彼は SSS というオスタニアの秘密警察に所属していて、スパイ狩りとか市民の監視をしていたりするよ。完全にワイズの敵組織だね。そういうこと。そんな SSS のボスも一応出てきてるね。犬みたいで可愛いからユーリを気に入ってるみたい。ワイズと SSS の今後の戦いに期待だね。うん。それじゃあ最後にイーデン校を紹介する。13学年生で2500人の生徒を抱えるエリート校。13年は長いな。その中でも特に優秀なインペリアルスカラーっていう特待生に選ばれることで念願の懇親会に参加できるってわけ。それじゃあ生徒から紹介していく。まずはダミアン・デズモンド。次男ね。黄昏の標的であるドノバンの息子。ガキ大将みたいな感じだけど、特待生になって父親に認められるようにたくさん努力してるね。アーニャは父の任務のために仲良くしたいんだけど、ダミアンはドキドキしちゃってるんだよね。うん。ちなみに兄のデミトリアス・デズモンドはまだ後ろ姿しか出ていないけど、インペリアルスカラーであることが分かってる。それじゃあ次にダミアンの子分、1人目はイミール・エルマン、そして2人目がユーイン・エッジバーグ。ユーインの髪型やべえな。毎朝セット大変そう。次にジョージ・グルーマン。ダミアンの試験改ざん未遂の黒幕で退学させられる詐欺しちゃった子ね。あの話は見てるこっちも恥ずかしくなったわ。そしてアーニャの一番の友達ベッキー・ブラックベル、大手軍事企業ブラックベルの CEO の娘。ロイド様のことが大好きなんだよね。この部分がアーニャのクラス。1年3組で担任の先生はヘンリー・ヘンダーソン。担当科目は歴史。ミスター・エレガントね。ハウスマスターだから先生の中でも偉い方らしいけど、フォージャー家との面接後にバカ息子を殴った罰で担任することになったみたい。そんなバカ息子がマードック・スワン。先代の校長の息子で第2寮のハウスマスター。高慢、強欲、無神経っていう三拍子揃ったクズだね。ここまででキャラ紹介は終了。もちろん全員は紹介しきれていないんだけど、この辺を押さえておけば問題なく理解できると思う。全体像を見るとこんな感じ。スパイファミリーの動画は今後も出すの？今のところは特に予定ないわ。いろんな漫画のまとめをバラバラにやっていくから、チャンネル登録は好きにしてくれ。高評価とコメントで好きなキャラクターとか教えてほしいわ。了解した。ほいじゃまた次の動画で。